高田義一郎6月28日から1945年6月14日は医学博士分泌家。1886年、滋賀県久留本郡草津村、東海道草津塾の名門6代目、高田持長の長男として生まれる。持長の宝刀癖により、家財を使い果たした一家は、草津を追われ北海道、京都、東京と転京を繰り返す。 貧困にあったが親戚である、実業家浜、岡光明の援助を受け医学の道に進んだ。旧制第三高等学校卒業後、京都帝国大学医学部に学び、同校法医学教室助手となる。1919年、千葉医学専門学校の教授に就く。1922年から1年余り文部省在外、研究生として、独営に留学。その後、 東京ため池に日本初と言われた小児科医院を解説、同時期保健会社委長も務める。医学博士の立場から医学関連書を発表する一方で、性科学や犯罪科学をテーマとしたユーモアエッセイ、SF 回帰小説を当時の人気雑誌、新青年に発表するなど文筆家としても活躍した。1924年、筆家により、 千葉医科大教授職を辞任。1930年、国立大学長移住後は、東京商科大学、滝の川学園で行為を務めながら、執筆に専念した。1945年の高田の没後、未亡人の高田がよは、広大な自宅や敷地内に他人を曲がりさせ、またいくつかの文芸道人士に参加しながら得意な生活を送り、1991年に死去。 2015年3月、国立市にあった高田義一郎邸の取り壊しが決まり、さよならイベントが開催された。これまで語られてこなかった高田義一郎の生涯とその業績が初めて公開されることとなり10日間で3000の来客を集めた。高田義一郎邸、1930年地区、2015年解体。ありがとうございます。